せーの、ゴジラ・メイド・プリンセス、スペシャル、ママハ、ジェシカ、ゴチカーノ、スーメイ、どうも、アリシャンです。どうも、メネです。どうも、ソーリーです。イエーイ、嬉しい、やったー、お願いします。お願いします。お願いします。2回目ですよね、はい、そうだね。2回目に出てもらって。トロフィー。ありがとうございます。優勝されて。でも、なんかあれ、ちょっと待ってください。というか、まあ、そうだ、ごめんだ、あのその部分だけなぜかあのない優勝だけしてるんですよ、ね、後日カットになって、謎の動画で、ね、あの申請はしたんですけど、いろいろどうだってなっちゃってなぜって歌ってないけど優勝だけしてる、はい、その動画もね検索したら出てくる、はい、検索してもらって、わけわかんない、歌ったんですよね、歌ったんですよ、私たちがゴマスって言うじゃないですか、すいません、ありがとうございます。悔しかった。しっかりパフォーマンスしたのに、ね、見れた方も中にいると思う。確かに確かに。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はまあほぼ初対面みたいな。その1回目のコラボの時もやっぱりいろんなクリエイターの方たちもいて、あんまり喋れる。そうね。バタバタしてたしね。そう、忙しそうやったから、うん、今回はもうシンプルにお酒を飲みながら仲良くなろうの回です。わー、大事。大事、いいね。もう今年終わるしね。うん、確かに。今年終わるし。優勝したし、優勝したし、お祝い、お祝い、無理やりで、新居祝いだし、そう、あ、嬉しい、おめでとう、で、で、結婚したし、結婚したし、いや、まあ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 、聞くことできる。じゃあ今日遅刻してこられましたから。はい、あの飲むっておっしゃられてたんで。ごめんなさいの。行きますか。でももちろんもちろん、あの遅れたやつは飲むっていう。ああ。選べます。クライナーか、うん、チャミスルか、うん、姉ほか。あーちょっといいっすか。私たち二日酔いになりたくないんですよ。あ、そうそう、どうしても忙しいですし、ね、確かにそうね。普通のは。確かに指さす。正直に、うん、正直にね。お仕事もあるし。せーの。すると二日酔いになるので、このままでちゃんぽんになると思うから、まずいな、それは。こっちで、こっちで。でも乾杯を一回みんなでして。それはそうしましょう。遅刻した、遅刻したのに。多め多め、量多め、量多めですね。え、の飲んだことはないんです。え、8800。そうそう。初心者で。やばい。行きます。乾杯しますか。はい。じゃあ初コラボに。はい。乾杯。おぉ全然余裕。あのね、これまず計算したんですよ、私たち何杯でよ、自分の性能時間に出る、15ぐらいで気持ちよくなってくる、で、15で気持ちよくなそう、なってきて、あ、やばい、来てるね、みたいな、こう性能時間に書いたわけよ、うん、で、自分のその体調というか、うん、ほろ酔いとか言ってメモしたわけ、うん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 、で、20とかなってきたら性能時間だんだんぐちゃぐちゃになって、最終的にその下に死って書いてある20ぐらいかな。遅刻してきたんでもう一本。あ、まあそこはそこはそこは。遅刻の罪は大きい。じゃあまとりあえず飲みましょう。はい、今回はお願いします。じゃあ私たち飲み終わったら、はい、うー、いかすーって言ってください。あ、わかりました。じゃあ乾杯。うわ、めちゃくちゃ。これ飲みコールとか言えたらいいんだけど。うわ、いかすー。違います。違いました。うん、あー、いかす、うーに合わせて飲む。あ、わかりました。じゃあもう、今日の企画なんか飲み会教えてっていう企画でもゲームが飲む。そう、ゲームも教えて、確かに教えてほしさはある、ある、うん、次使いたい。え、飲みに行くの？行く、じゃあ教えますよ。大内だけ毎日飲んでるって。え、うん、あのそんな深酒とかじゃなくて毎日一緒に飲んでるみたいな。そうです。え、じゃあゲームとかは別に関係必要ないってこと？関係なくて教える必要ねえじゃん。何よ、それはないかも。何よ、ハイボール一生、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 一生の意味で一生ずっと飲んでます。酒好きだ。バーとか行かないの？いや、私はその仲いい友達と朝まで行くみたいなのが、あー、
なるほどね。毎日とかじゃない。セシルは0か100かって感じ。確かに。飲むときは飲む。一緒だ。一緒だ。一緒だ、一緒だ。あれ、うちもそうかも。大内ちゃんは酒が本当に好きなタイプの、家でも飲んじゃうタイプ。そう、なんだったら。うち、ご飯と一緒にお酒飲まない。絶対飲むよね。絶対飲みます。だからビールが美味しい。ご飯メインで飲む。だからもう飲みは飲み。え、ご飯、ご飯飲む。え、ご飯がメインで飲むぐらい。ご飯が食べたくてお酒飲むみたいな感じ。ああ、好きな人、好きなタイプ。おばあちゃんも全然。いやでも私一人でバーに行きます。え？うちらが一番酒好きじゃない？怪しい。バーに行くだけか。あ、めっちゃ飲んでる。でもハイボールは好きなんですよ。あ、じゃあ飲めることは。テキーラとかは別に。こういうのがもうまだ慣れてないっていう。だからバカみたいだなと思ってるってこと。何のために飲んでんのかなって思ったら、おいしくはね、おいしく飲みやすい。なんで飲んでんだろう。バカじゃないなんで。確かにテキーラ行くときはもうバカなりたいから飲んでる節はある。え、でもいつも飲んでるのバカじゃない。確かに確かに。あ、じゃあうー1個しかいいですか。乾杯。聞くことできる。ゲームをしてほしいってお話があったので、はい、一応ね、何個か考えた。考えたというか、知ってるやつ、知ってると持ってきたやつが。なんで嬉しい。みんな知ってるだあろう、タケノコカムサハムニダ。タケノコ、タケノコ、カムサハムニダっていうリズムがあって、一ニョキ、二ニョキってわかる。わかります、わかります。で、かぶったら、配達する。で、それが消化される。普通だったら、かぶっちゃったらもうドーンで終わりなんだけど、イエーイってハイタッチしてリセット、また1ニョッキって始まるんだけど、はい、まあ普通のタケノコニョッキと何が違うか、あの接触ができます。ちょっと、でもあれもあれだよね、3人でってなって、もしレシカが外れちゃったら飲む飲む。でもここ、もしこことここがかぶってこうでも OK で、好きな男の子いて握っても OK、 舐めてもいい。あすごい、舐めてもいい。タケノコ、タケノコ、カムサハムニダ、ニョキ、サニョキ、あ、やったか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 、やったニョッキが3人いました。3人いました。1人とだけ、1人だけだ。そうなんか嬉しくて、でも両方じゃないのよ、じゃないのよ、1人だけ。で、これリセットされて1から始まる。なるほど。3ニョッキってもアウト。うわ、最悪って言ったら、めちゃくちゃ言ってた。うん、もうすぐ1ニョッキって言わなあかんねや、別の人が。あー、そういうこと。じゃあ本番いく。はい、行きましょう。うわ、怖い。怖い。結構難しい。はい、せーの、タケノコ、タケノコ、カムサハムニダ、イチョキ、イエーイ、イチョキ、イエーイ、サニョキ、あー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 、しかも最初、把握してなかった。サニョキ、あれ、今めっちゃわかりました。わかりました。すいません、じゃあもう一回。プレゼン、はい、怖っ。いや、怖え。待ってこ、タケノコ、タケノコ、カムサハムニダ、イニョッキ、サニョッキ、イエーイ、イチョキ、やだ。ちょっと待って、なんか言ってた。なんだね、ニョッキ、ニョッキは、私1、あ、じゃあ2でしょ。ってこと、おかしいのは、キャー、キャーニョッキ、キャーニョッキはダメだよ、キャーニョッキはダメだよ。もう一回やります。ごめんなさい。
ますよ。せーの、竹中子、竹中子、カムサハムニダ。一ニョッキ、イエーイ。一ニョッキ、イエーイ。一ニョッキ、二ニョッキ、三ニョッキ、イエーイ。一ニョッキ、二ニョッキ、三ニョッキ、イエーイ。四ニョッキ、ヨキって言った。ヨキって言ったら、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 ヨキはダメだけどね。ヨキは弱っ。今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 弱っ。でも、ほんまにこっからです。正直弱っ。はい、リベンジ。もうやっとわかりました。やっと。そうや。もうミスがない。結構続くとかの、そうそうです、ね、今、いや、よかったよね、うん、はい、はい、せーの、たけのこ、たけのこ、かぶさはむりだ。1ニョッキ、2ニョッキ、3ニョッキ、4ニョッキ、5ニョッキ、6ニョッキ。シンプルの負け、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 シンプルの負け。みんなも一回何が起きたか分かるよ。あれ、いや、もう一回やるでしょ。でもダメージがないお願いしますね。気合だけ十分だけど、本当に気合だけね。もう一回いきます。じゃあ悔しいから泣きのね、泣きの自分以外を伸ばしたいのに。そうだよね。何してんだって。そうそう、おかしいから。はい、はい、せーの、竹の子、竹の子、カムサハムニダ。一ラギ。リズムが歌う歌を、はい、歌う歌を、例えば浜崎あゆみ、青い空が、オッケーで、次歌う歌を、振られた歌を、歌を、じゃあ清水翔太、3、2、1、ドーンみたいな。振られた方は歌手名言って、で歌う、でまた歌手名言って、だから歌手名が出てこないパターンもあるし、歌が出てこない。うわ、確かに。うわ、怖っ。これ同じ歌手なしにする。なしにしよう、うん。あとなんか、あの世代の誰でも知ってるやつでしょ。あー、わかりました、うんうんうん、そうだね、聞いたことあるような曲で。はい、うわうわ、難しいな、めっちゃ。じゃあ、負けてるんで、じゃあ、私です。はい、わかりました。いきます。はい、せーの、歌うだお、歌うだお、エグザイル、わーなーみーたなたー。オッケー、歌うだお、歌うだお、歌うだお。シーのリンゴ、3、2、1、歌うと、歌うと、大山テルマ。私は歌うと、歌うと、お使い。うわ、愛し合う。ああ。すげえ。歌うと、歌うと、アイコ。アイコ。3、2、1、昔。泣こう。マジか。もうマジかや。もう。歌うと、歌うと。3、2、1、なんで？なんで？フリッシュ。このコーナーね、このコーナーね、君が笑えばこの世界中にもっともっと幸せが広がる。いや、これドキドキする。ドキドキする。じゃあ次、縛り入れていい？あ、縛り入れよう。うわ、怖い。どうしようかな、じゃあ男性で。あ、そうなんだ。なるほどね。男性ね。はい、出すの、グレープも。え、オッケー。出すのも確かに。でも無限結婚じゃん。無限よ。せーの。歌うと、歌うと。清水翔太。最悪。2、1。ファイブ。どこへも行かないで。じゃなくて、ユーチューバーの挨拶にして、ユーチューバーの名前言われて、その挨拶する。いや、わかんない。一回、一回、一回、せーの、歌うと、歌うと、
平成ヒロミオさん。ヘラリーカ。おせー。歌う歌う。歌う歌う。スカイピースさん。どうもスカイピース。おー。歌う歌う。歌う歌う。ちょんまげ小僧。マリナさん考案のどっちでしょうゲーム。今から、はい、4枚の心霊写真をお見せします。みんな苦手。心霊が好きで、心霊が大好きで、心霊が大好き。そんな怖くない、そんな怖くない。で、1枚だけ偽物があります。そう、逆にしてほしいかもしれない。その外れた人が飲むっていう偽物を当てる。偽物を当てる。すごい。これは心霊でやるけど、他でもいい。他でも、例えば時計とかでもいいし、絵とかでもいい。1個だけ高い時計があります、当ててくださいとかでもいい。じゃあまず1枚目、こちらです。シンプルね。あ、これ知ってる。あ、知ってる。おさみさんの恐怖ってタイトルのやつ。あ、強い強いですね。あんま言わん方がいいので、分かってない。そうでも、あんま言わない方がいい。どこに信じたの。みんなで答え合わせてもらおうか。そうしよう。あ、わかりました。あ、ちゃん、ももちゃん、そういうの最高やん。チーム戦ね。チーム戦最高。じゃあこれはどこが、どこが。え、何も見えへん。え、後ろの女の子がこっち振り向いてる。女の子、三面鏡だ。鏡が、鏡。え、ほんまや。シンプルにね。あ、じゃあこれは見たことある。あります。信憑性あるね。信憑性はあるね。じゃあ2枚目。2枚目。え、何は怖いねんけど。あ、窓。あ、窓。なえ、なんか全部思った以上にリアルなやつ。え、リアル。男の人が。男の人。ピースのよ。あの、ここ。待って、やった。これか。小学生連れてきた。ほんまや。結構はっきり。全部番組に取り上げられてそうなんだよ。クオリティが。じゃあ次。取り上げます。え、どこだったって。落ちるの。何？わかるわかる。わかる。言われたらわかる。遠目に見た方がいい。人を見ないで、もう遠目に。え、あ、わかった。わかると。見えた。わかると見える。ここに大きく。なんかもやみたいのあるよね。けどそれが何か。え、左から下の2番目の人の肩に目がある感じ。本当だ。でもめっちゃ遠くに目がある感じ。悔しい。マジでわからん。マジで。ごめんなさい。怖いな。はいはい。ああ、見えた。悔しい悔しい。やばい、ブックス間違っちゃうみたいな。もう一回見えると見えちゃう。一回見えるとね。これみんな明日まで待てますこれ。見えた。軽さ変える。ちょっと編集で。あ、ここ。ああ、出ました。出ました。すごい見やすい。ここに目、鼻、口じゃない。これが全部だよ。これで1個も。見えました。見えました。本当に？見えてそれだよ。見えてるからさ。あ、もう顔はっきり。でかい顔。これが正面。正面だ。え、ちょ、見て。ちょ、高橋ちゃん見て。ほんまにうち気まずいかも、見えすぎて。こ、あ、こういうこと。あ、こういう感じの。こういう感じの。こういう感じの。こんなはっきり映るんや。そう。めっちゃカールが効いてる。そこちゃうやろ。見るとこ、見るとこそこちゃう。はい、この中で一枚だけ嘘ですか。嘘があります。一枚だけ嘘なんですか。はい、もう一回見てもいいですよ。はい。え、でもさ、4枚目なんか普通におばさん
ん挨拶一緒に来たように見えるあそうですかどうもみたいなえ、うちもなんかそんな感じするめっちゃ顔しちゃうでもこの1枚目のはめっちゃ有名なやつでランキングにも絶対上位に載ってるのよこれはないとないとないものだってことだよねじゃあ怪しいのが3か4これ3、4今思ったけどさ影みたいのなくない一切ないなんか普通人影みたいのいらない確かに私2か3やと思って2あこれこれ修学旅行やから楽しさの中に遊びに来ちゃった幽霊みたいなのでこれねこれ説明つきそうな感じやからあえてこの写真でコラージュしたのかなじゃあそろそろお時間の方が来ましたこれじゃあ当たったらこちらが飲む待って伸ばしたい外れたら伸ばしたい伸ばしたい伸ばしたいマジで当てよう一回指出そういっせーのでみんな、みんな一緒じゃあ発表お願いしますせーの3番はいこれがフェイクだとはいじゃあ答え合わせをこちらの写真はい心霊写真ではございません。やったー嬉しいすごいめっちゃ楽しいこのゲームいただきますうわっうわっうわっお化けの正体はお化けの正体ちょっとじゃあ明かしたいお化けの正体はこちらですねしかもこの写真が無理この写真が無理よく見たら多分よく見たらさっきのこんなにこんなにあれだと濃くするとバレる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 お化け顔じゃなくてやっぱ黒髪だったからそうそう一番お化けっぽいしかもベースメイクの作品の時の真っ白の時やからなおさらなるべくお化けっぽい最悪シチュエーション正体当てられなかったら飲んでもらっていいですか確かに確かに自分だしメンバーなのに焦らないよそれはそう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 それはソプラノピアノでそうっていうのがあるんですけどこれは誰も流行ってないちなみに私たちもやってるやってるそれはそう竹井壮ならしてるけどあ違いますソプラノピアノで竹井壮だねそれはソプラノピアノで竹井壮全然全然それはそう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 それはソプラノピアノで竹井壮やめやめてやめてもするやんでも結局そう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 それはそうそれはそう裏のピアノで竹井そうこれいいじゃんこのポーズいや全然飲んでないなそれはそうそれはそうそれはそうそれはソプラノピアノで竹井そう飲めよ飲めよやっちゃうねやっちゃうねついついねついついやっちゃうねあーすんごこれ流行るよほんまに誰も流行る誰もやってくれない私一人ずっとやってますよ編集でも割愛されるんですよいつもそれ割愛されるって分かってるのにメンバーも振りますそれはそう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 それはソプラノピアノで竹井そう確かに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 最終的に松葉ガニすりガラスって怖くないすりガラス怖いねすりガラスあそこお風呂とかすりガラスって怖くないさっき縛るって怖くない
縛りはエロくて縛ら縛りそうそうそう縛るえ、この縛りだったことあります？なんかボソッとボソッと縛るはエロくない縛るはエロいあんただけなんですちょっと怖そうなワードない怖そうなワード怖そうなワード排水口体調崩しちゃう。じゃあ、お前の得意なさ、フライヤーが苦手なんですよ。あ、苦手なんだ。そんな早く言えるって。じゃあ、そんな今早いの分なんで。じゃあ、もうそれはついてください。あれ、タイトルこれ、喧嘩みたいな。でも、ほんまにそう、ハーフは強い。ハーフで酒割って見たことない。うわ、じゃあ強いかも。いや、じゃあ強い。え、ハーフじゃん。え、待って、アメリカとフィリピンで。フィリピンはどこだっけ。え、ロシア。いい。寒い時はだいたい酒。でも全然日本人なんだからね。割れすぎ。はい。じゃあ、いつもゼロプリの乾杯があるんで。はい。ちょっと今やるの、やっと。いやいや、もう今日だ。今日だ。今日だ。じゃあ、いきます。お疲れーしょー。レボリューション。いいかすー。うわー。おい、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、打ち合わせだった。しまったね、今。うーん、いきますよ。結構うーん長いですよ。これね、うーんが大事。うーんが大事。しかも結構太めの、太めのうーん。一番うーん。せーの、うーん。えいかがで、皆さん、これ飲んだら終わりです。わぁ、うわ、やばぁ、すごい、すごい。じゃあこれいきますよ。最後はこれ、はい、本当に最後。じゃあこれ、はい、はい、じゃあ皆さん、右手に、はい、いきます。お疲れーしょー、レボリューション。うぅ、飲み切りました。いやー、聞くことできる。はい、はい、ということで、でも今回の目的はヘラヘラさんと仲良くなるのが目的だったんですけれども、はい、仲良くなってくださいましたか。当たり前に嬉しい。当たり前に、急にめちゃくちゃ嬉しい。今日泊まってくるね。全然泊まってくる。ということで、仲良くなりました、はい、ということで、はい、ヘラヘラさんとゼロプリのコラボめっちゃおもろいな、私も僕も仲間入りたいなって思った関西人の人はチャンネル登録。関西人。全国の人チャンネル登録、高評価、コメント、全然のフォロー、よろしくお願いします。じゃあ最後、みんなほなまたで。ほなまた怖いよ。じゃあ怖い、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 せーの、ほなまた。ヘラヘラさんのチャンネル見てね。チャンネル登録よろしくね。いいねも絶対押してて、コメントくれたら喜ぶよ。その他の SNS フォローもよろしく、よろしく、よろしく、よろしくね。チャンネル登録お願いします。